野球知らん人が野球小僧になってる人多いじゃないですか。プレーがあんまり大したことできないはず、うん、いわゆるそのやなんていうんだろう、まあオタクっていうんですかね。あ、だからおまたにきとかそういうやつでしょ。数字出してきたりとか。おまたにきやったっけ。なんか当てるっすよね。当てる。いや、あの人らでも俺すごいと思う。あの人たちでですか、あのバントの構えがファーストショーで実はあいつサードしてるとか、うん、いろんな癖とかすごいんだよ。すごいじゃないですか。だから俺はね、結構ね、ああいうこう素人の人のは結構参考する。素人って言ったらもしかして悪いのかもしれないけど、うん、でもプロ野球選手じゃなかった、はい、野球経験がすごいそこまで詰めてやってなかった人の意見って結構数字的な部分とかいろんなの出してくるから役立つことありますよね。だから現役選手だとそっち頼る選手もいるじゃん。やっぱおるんでしょうね、うん。でも野村さんって本当にミーティングあったんですね。あったよ。ずっとですか、キャンプ中。ずっと。2週間以上する。あ、最初の。最初、1日から始まって、俺らユマだったから最初は。はいはいはい。で、5時ぐらいに大体全体というかもう個人練習も終わって、うん、で帰ってきてシャワー浴びて、で6時から飯。ああ。で7時にからミーティング、うんうん。どれぐらいやるんですか。1時間はやる。1時間で8時から夜間練習。夜間練習もあるんですか。ミーティングの後でミーティングが長くなったら、うん、あの球場行かんと庭で素振りとか。球場行って練習してたんですか。夜間練習って。夜間練習うちに行ってたよ、球場まで行って。あ、本当ですか、うん。でミーティング長い時はそのなんていうの、ホテルっていうかコンドミニアムっぽいところなんだけど、はいはい、そこの中庭で素振り。あ、だからもうあのね、ミーティングがまたさ眠いんですよね。疲れて飯食って腹いっぱいになってもう粉になった時、あ、もうミーティング始まる思って行ってミーティング行ってなんだからさガガガガみたいな。だからほんまに書けてないとことか後から書いてないやつをバーって写したりとか。あ、そ、毎回書くんですか。書く。監督もあのホワイトボードにずっと書いていくの、喋りながら。で、時からマネージャーが書いて話でするようになったけど。それ例えばどんな感じの、こういう時こういう作戦するぞとか。いや、作戦とかじゃない、そのあり方じゃないけど、例えば、うん、まあ本当に最初のね4日間5日間ぐらいは野球の話が全くない。一番最初にプロ野球選手である前に一社会人だっていうことを言われるわけ、うん、でそうやって教育されて、でやっと4、5日終わってやっと野球の話が始まる。一番有名なのはそのカウントの性質で打者心理、うん、投手心理みたいなのを全部かかる。両方分かるタイプの監督でしたよね。キャッチャーしてましたから。そうそうそう。でこのカウントは作戦カウントだからとかっていうのをちゃんと全部頭に叩き込む。 ある程度そっちに、例えば宮本さんやったら作戦カウントを持っていけよとか。そうそう、簡単にお前さっきの話だけど、そうそう、お前ツーボールだったから簡単に行くなよとか。でもランナーサードいたりとかしたら俺とかでもノースリーから打てとか出したり。あ、逆にそのもう1点を取りに行くと、うん、そうそうそう、もう一番ストライク甘い確率が来るから、はいはい、次のバッターで 0-0 でカウントから始まるよりそこで確実に打ちに行けとか。でカッってセカンドゴロ打ってからもうそれから二度と出へんかよぎりますもんね、いろいろとね。二度と出へんかった、サインが、打てのサインが。ああ、打てのサインが出なかった。細かく野村さんの時ってその打てのサインとか待てとかがあったんですか。いや、基本的に考えなかった。もう絶対打つなっていう時は待てが出るけど、うん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 、例えばボール3とか、はい、でも、あ、この展開やったらまあ俺は待った方がいいなとか、うん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 、で例えばフリーですよっていう時も、もういつも言い聞かせたのは俺にフリーなんかないっていうもう今もなんかシフトが極端すぎてよう分からんけどね。増えました。とんでもないとこ守ってたりするじゃない。いや、分かるんだよ、打球の確率で。あれ、もうあれピッチャーどうなん。もうこれちょっとぶっちゃけ話していいですか。いや、もうしましょうよ。僕それね、アメリカで経験したんですよ、まず、うんうん、あ、それもそっか、2対1で勝ってて、うん、僕の開幕、うん、2年目の開幕戦が、うん、サンフランシスコジャイアンツのリンスカムというピッチャーと投げ合いしてて、彼は2戦目なんですけど、僕は1戦目なんですけど、うんうん、2対1で7回ぐらい勝ってて、ツーアウトランナー2塁、うん、で左の4番バッター、うん、ショートゴロボテボテ、やったと思ったらいないんですよ、そこにっつって、そうでしょ、ツーシームで落として当ててゴテゴテってもうガッツポーズですよ。そこにいなくて帰ってきて、さらにその僕の打ったランナーが帰ってきて負け投手あの時にえっと思いました。でしょ。だから
確率はすごく分かるんだけど、うん、やっぱ終盤になってきたらちょっとセオリー、昔でいうそのセオリーがなくなってきてるから、はい、すごい三塁線空いてたりとかありますよね終盤でね、はい、でもそれは確率だからチームがそういう方針取ったらそれはそれでいいんですって言うんやけど、でもなんかもうちょっとその日本でやっぱりこうアメリカに対抗しようとして体力的な部分がない分頭使ってやってきたわけじゃない、はいはいはい、アメリカとか外野が前来ることとかってあんまないでしょ。そうあんまないですね。ないでしょ、はい、でもそういうのでこういろいろ日本人ってやってきたのに、うん、なんかもうそれがもう完全になんかなくなりつつあるから、そうですね、まあセオリーだけは重要視しながら、うん、そういう風にしてほしい、ね、ピッチャーは多分ですよ、うん、ピッチャーは基本的にいい当たりされたらしょうがないと思うんですよ、うんうん、もうそうですか。もうみたいなね。もうが嫌なんで、あのシフトって基本ヒットゾーンじゃないですか。そうだよね。だからいい当たりをカバーしてるってことじゃないですか。うんうん、僕がピッチャーでまだ現役でやってるんであれば、できれば僕の時は普通にやってくれと言いたくなります、ね。まあ、そういうピッチャーもいるんだろうね。いると思う。まあ、だって打ち取るためにやってますからね。うん、その変化球を投げたりしてますからね。気持ちよく打たせたらアウト取ってるみたいなね。はい、例えば。まあ、松井秀喜クラスで左にはもうゴロ行きませんとか、もうとにかく引っ張ってくれたらいいなっていうふうに、まあそこでチョンって打ってレフト前の方がラッキーみたいな、バッターならそんだけ声寄ってもなんとなく分かるんだけど、じゃあホームラン20本打つか打たへんかみたいな選手でもやるじゃない、結構。でもそういう選手は別にいいんじゃないのっていう思うんだよね。あとはやっぱりそうやってシュート敷かれた選手が例えば終盤で同点とか先頭バッターで出た時に、うん、なんでセーフティーせえへんのかなって。あれね、本当ですよね。その優勝争いしてたりとかしてるチームとかでも、はい、普通にこの狭い地球から抜くんだみたいな人打ったりしてるけど、ちょんとやって出て、ね、ダイソー出た方が相手はすごい嫌じゃない。大谷たまにやってましたよね。そう、ね、いや僕、俺から言いましたら大谷がやってるのになんでお前らやんねんだみたいな。いや本当そうですよね。そうだから大谷とかやっぱりそういうのって、まあ、まあなんていうかな、貪欲というかその、はい、確率いい方を選んでいってる。だから大谷見るとやっぱり点差によりますよね、うんうん、あの終盤になってきて、1対1とか同点になった時に、うんうん、先頭の時にやるような雰囲気ありますよね、うんうん、いきなりね。やっぱその一塁ランナーがどんだけ効いてくるかっていうのは、ね、ピッチャーやってるから多分。あ、なるほどね。あのノーアウト一塁とかで出たらセカンド行かれたらもう逆転のランナーになってくるっていう、多分それが分かるから多分、うん、一発よりも可能性よりも塁出た可能性が点入る、うん、まあ、だってメジャーで40発打ってる選手がやるんだもんね。そうですよね。なんで君はやんないのみたいな選手もいるからさ。いますよね。いる。もう僕はもういらんと思います。ね、はい、だから実際本当に例えば 100% の中の 5% しかそこ行きませんって言うんやったら、うん、はい、まあ、いいけど 10% 超えてきたらやっぱりちょっとそっちの可能性はあるっていうことだから、うん、10回に1回は。そうですよね。だから、まあ、その辺はまあチーム方針になるんだろうけど、うん、なんかピッチャーのことを考えるとなんか打ち取ってんのにかわいそうだよな。それ言うんだったらもう本当に外野2人の内野をもっと1人増やすとかとにかく低め投げるからと。なるほどね。もう最後の終盤になってきた時にもうしゃあないと、こうオーバーとか抜かれるのは、うん、それよりももうゴロでホームに行かせないっていう。でその辺はやっぱり勝ちに対して執念がある選手っていうのは俺は普通にやってもいいような気がする、ね、だから僕なんかでも本当にドラゴンズはまあある意味、まあ、自分たちの野球をしていけばいいと思うんですよね、うん、自分たちに合ったその、うん、まあタイプの野球っていうか、だから他球団とか今の流行りとかそういうのを、まあ、例えばフライボール革命じゃないですけど、まあ うんうん、そういうバッティングするんじゃなくて、なんかそういう球場に合った、ね、ありますよね。そうだよね。宮本さんといえばね、でも野村監督に脇役の超一流、一流を目指せ、野村さん、俺は宮本にこうやって言ったんだって言うけどさ、はい、あれ違う。